サッカーの女子ワールドカップオーストラリアニュージーランド大会は26日、1次リーグ C 組第2節が行われ、日本代表なでしこジャパンがコスタリカ代表に2対0と快勝。黒星発進のザンビア代表に5対0と圧勝したスペイン代表と共に開幕2連勝を飾り、4大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は開幕2連勝を飾り、同じ連勝発進のスペインと並び今大会一番乗りとなる決勝トーナメント進出が決定。31日の1次リーグ第3節ではグループ首位通過をかけてスペインと直接対決へ。得失点差でスペインを下回っているため引き分け以下なら2位通過、勝利を飾れば首位通過が決まることになった。なお、決勝トーナメント1回戦では C 組1位が A 組2位、C 組2位は A 組1位と激突へ。A 組は第2節を終え、勝ち点4の首位スイスを勝ち点3のニュージーランドとフィリピンが追いかける展開。勝ち点1で最下位のノルウェーにも最終第3節で1次リーグ突破の可能性が残る大混戦。日本にとっても注目の1次リーグ A 組第3戦は30日に開催予定。引き分け以上で自力突破が決まるスイスは開催国ニュージーランド、初出場ながらワールドカップ初勝利を飾り、勢いに乗るフィリピンは日本も含めわずか4カ国のみのワールドカップ優勝国であるノルウェーと対戦する。さらに決勝トーナメント1回戦よりも先に目を向けると、C 組1位ルートでは準々決勝で E 組1位 G 組2位の勝者、C 組2位ルートでは G 組1位 E 組2位の勝者と対戦。大会3連覇を狙う優勝候補筆頭の米国は E 組に入っており、1次リーグ初戦はベトナムに3対0と快勝。残り2試合を残し同組にはオランダ、ポルトガルとも同居する激戦区だが、順当に勝ち進めばなでしこジャパンと8強で対戦する可能性もある。